ウィリアム・ロナルド・リードは、カナダの美術家。カナダ北西沿岸線住民のうち、特にハイバ族の伝統芸術様式を復興させ、今日の世代に受け継いだ、芸術家であり、彫刻、宝飾品、絵画、シルクスクリーンなどの分野で活躍した。ビル・リードは1920年に、ビクトリアで生まれた。父親は、スコットランドドイツ系のアメリカ人で、母親は、 ハイダ・グワイ出身のハイダ族に属する先住民だった。彼の子供時代は先住民の世界との接触はほとんどないままごく普通の白人の子供として育てられた。これは母親の考えによるものだったという。彼自中退後、太くよく通る声を持っていた。彼はラジオ放送局のアナウンサーとしての職を得た。1943年、 彼は23歳になって、母親の故郷、ハイダ・グワイにある、スキダゲット村を訪れる機会があり、その時、祖父チャールズ・グラッド・ストーンから、ハイダ族の伝統的な彫刻技法を教えられ、大きな影響を受けた。このチャールズ・グラッド・ストーンは、チャールズ・イーデンショーというハイダ族の中でも、最も著名な彫刻家から、彫刻技法を受け継いでいた。しかし、リードはこの時点においては、 アナウンサーとしてより良い職を求め、カナダ最大の都市トロントで、カナダ放送協会へ移っていった。トロントへ移ったリードは、アナウンサーとしての仕事をしながら、母の村、祖父から受けた影響を忘れずに、トロントのロイヤルオンタリオ博物館にある、北西沿岸線住民のトーテムポールをはじめとする、多くの所蔵物の研究を続けた。彼は、 また同時に、欧米様式の宝石製作の技法をライアソン、インスティチュート・オブ・テクノロジーで学び、また宝石製作の土弟として修行も積んだ。CBC で働くリードは、全国放送も担当し、カナダでもよく知られたアナウンサーとなっていった。1951年、リードは、トロントから、CBC のバンクーバー支局へ転勤となり、 バンクーバー市内の博物館の収蔵物をもとに、さらにハイダ族の伝統的な芸術様式を研究し始め、特にチャールズ・イーデン賞の作品を研究した。また、宝石製作のために自分の工房を開き、欧米風のデザインを基調とした金、銀在庫の制作を始めている。この間、放送局でのアナウンサーとしての職はそれまで通り続けた。 州立ブリティッシュコロンビア大学では、第二次世界大戦前から、北西沿岸一帯の先住民の彫刻柱や、カヌーなどの収集と保存を行ってきていたが、1949年になって、大学校内にトーテムパークと呼ばれる一角が設けられ、そこに、クワキウトル族のトーテムポールなどが建てられ、それを、クワキウトル族の彫刻者で経験豊かな、 マンゴー・マーティンが担当した。このクワキュートル族のトーテムポールのコーナーが完成した。後、ビル・リードは、同じトーテムパーク内に、ハイダ族の大型住居、墓屋などが、伝統的な様式に基づいて、ハイダ村を建設することを提案した。付帯する各種のトーテムポールも同時に、彫刻しようという、大規模な計画であった。しかし、この提案は、 資金面の問題からすぐには実施に移されることはなかった。リードがトーテムポールの彫刻に関わり始めたのは、ビクトリアの州立博物館のトーテムポールの複製の製作においてだった。1956年にトーテムパークの仕事を終えて、ビクトリアへ移っていたマンゴー・マーティンの指導を受け、ここにおいて初めて本格的に大型彫刻バッシュラの経験を持つ。 こととなった。さらに、ここで、クワキュートル族の彫刻者で、マーティンの助手を務めていたダグラース・クランマーと知り合っている。ハイダ族の村の再現計画は1959年春に始まり、その担当者には、ビル・リードが選ばれ、ダグ・クランマーが共に働くこととなった。このプロジェクトでは6本のハイダ族の様式の大型トーテムポールが彫刻された。日本は、 河北柱で、大型住居と墓屋の正面中央に付属柱として、建立された。二本は墓棺柱で、一本は、単柱型、もう一本は総中型である。一本は、記念柱で、基部にはビーバー、そして頂上には、渡りガラスが掘られた。皿大型住居の内部を飾る、家柱があるが、これは普段は見ることができない。また、 これらの典型的な彫刻柱とは別に、2機の横型記念像も掘られ、1機は家屋前に、もう1機はトーテム公園からは離れた、ニトベイナゾ記念庭園の近くに置かれた。ハイダ村の完成式は1962年6月25日に行われた。ビルリードはブリティッシュコロンビア大学でのプロジェクトの後、1962年に、 同じバンクーバー市内のスタンレー公園に保存展示されていたハイダ族のトーテムポールの複製を制作した。スタンレ公園には今日のトーテムポール展示地区とは別の場所に各地の先住民の村から購入し移動されたトーテムポール群があったが、そのうちの一つはハイダ具合のスキダゲット村から持ってこられた墓しつ柱だった。 スケダンと呼ばれたチーフを埋葬するために掘られた短中式の墓棺柱は長い年月の末には朽ち果ててしまっていた。市の公園局からの注文を受けたリードはこの墓棺柱をオリジナルと古い写真をもとに正確に復元し今日に至るまで公園の最も人気のあるトーテムポールとして知られているが現在では保存を目的として 本来の姿とは、かなり異なったペンキによる塗装がされている。リードは、このスタンレー公園の墓棺柱を彫刻した後は、金や銀による、細工、小型の木彫り、アルジェライトの彫刻、ブロンズ彫刻、シルクスクリーンのブリントなど多彩なメディアで活躍し、ハイダ族の神話に基づく、大規模な彫刻作品も多く残している。 トーテムポールの彫刻としては1978年に母親の村、スキダゲットに混流された超大型の家屋柱がある。1980年代から1990年代にかけて、ビルリードは三つの大きな彫刻を残している。一つは、渡りガラスと最初の人々という木彫りで、ブリティッシュコロンビア大学の付属人類学博物館で見ることができる。 二つ目は、海底世界のチーフと呼ばれるシャチのブロンズ像で、バンクーバー市内、スタンレー公園にある水族館の前を飾っている。最後で最大の作品となったのは、ハイダグアイの精神と呼ばれる、ブロンズの伝統的なカヌーに乗るハイダ族の群像で、二つが、鋳造され、一つは、ワシントン特別区にある、カナダ大使館の前に置かれた、ブラックカヌー。もう一つは、 バンクーバー国際空港の出発ロビーに置かれたジェードカヌーである。ビルリードは1998年3月13日、パーキンソン病がもとでバンクーバーで亡くなった。同年7月、彼の医師により、異界はハイダ・グアイのタヌー島に伝統的な儀式のもとに葬られた。タヌー島は彼の母親の先祖の島である。この埋葬において、異界は ハイダ族様式のカヌー、ルータース号に乗せて運ばれた。このカヌーは1986年にリード自身がバンクーバーで開催された国際交通博覧会のために掘ったものであった。北西沿岸線住民たちが使った伝統的なカヌーはベース着を使った大型のカヌーで原木を彫刻してから湯を使って 幅を広げ、仕上げには所有者の紋章などが書き込まれた。トーテムポールと、ハイダハウス渡りガラスと最初の人々、海底世界のチーフブロンズ彫刻、ハイダ具合の精神、ジェードカヌーブロンズ彫刻これらの2作品は、同じ原型に基づく作品で、石膏製の原型は、オタワ首都建築のガティノー市にある、カナダ歴史博物館に展示されている。 先代の20カナダドル紙幣の裏面は、ビルリードの代表的な作品が使われていた。木彫からは、渡りガラスと最初の人類、ブロンズ彫刻からは、ハイダ具合の精神、そして、平面デザインとしては、ハイダベア、さらにブロンズによる壁飾り、神話の伝達者が見られる。ありがとうございます。